これ多分脳疲労は結構きてますね。これは結構、これ多分相当楽になると思いますよ。おー、耳調子です。響きますか？はい、あ、いいっすね。ウケゲラってなんないですね。ハリケデンからこんにちは、ビオハリ。はい、今日もファッションダイバーの皆さんです。こんにちは。はい、ということで1ヶ月にのメンテ、早いですね、1ヶ月ね。いや、もうあっという間すぎて、こうやって夏が来るんだって思いますか。こうやって夏が来ると、うちはもうサマーランドですよ。東京サマーランドと、おー、北行ってない、木更津のどこだっけ、アウトレットじゃない、違います。ホテル三日月、ホテル三日月に巨大なプールがあるんですよ。夏はね、そんな感じになりますけど、僕も夏って体がボロボロになってきますけど、うん、腰とかどうですか？やっぱ最近ベッドじゃなくてソファーで埋もれながら寝てるんで、寝返りも腰痛いですし、起き上がるのがちょっと腰にきますよね。共感を今求めてよねって。ソファーで寝てたらそれはね、きついですよ。やばいと思う。はい、させていただきます。はい、じゃあ腰ですけども、手を合わせてもらって、右左のどうですかね。なんでこんな硬くなっちゃうんですか。あ、ちょっと左がやばいかも。ちょっと見てください。はい、え、うん、あ、右の方がほらいける。左やばいな、絶望的ですね。やばいな、右いけますよ、ここまで行けないですよ。ちょっと半歩回りました。そうだ、どうぞ。そうってない。むっちゃ硬い人があれですよ、なんでしたっけ、この棒のやつ、こういうやつだ。そうです。何でしたっけ、あれフラダンスじゃなくてリンボーダンス。あ、そう、リンボーダンス。ダメですね、これは。11円は厳しそうですけど、一応やってみますか。お願いします。はい、11円で回転できます。はい、右足の芯ここに10円を貼ります。で、左手の手を握ったところ、線を後傾です。ここに1円を貼ります。はい、これで OK です。ちょっと改善すると思うんですけどね。ちょっと待ちます。さっきよりいいね。ギリ、皆さんやっぱ11円効かない疑惑を切るんで、まあ、これぐらいにしてですね、さっきよりいいですね。はい、リンボーダンスをやる。さっきよりいいんじゃないですか。ブランディングが崩壊する。積み上げてきたブランドが崩壊するんで。でも私いつもこんなんですよ。はい、知ってます。振り幅が愛される。はい、ということで愛されキャラの皆さんを施術していきます。こう、それでは腰回りですね。この腰の部分改善のためにですね、水玉ちょっとおけつを上げていきたいと思います。ちょっと多いようにします。この間首すごかったですもんね。いやー、すごかったです。すごいどころかもう。じゃあ腰ですね、スライドしていきます。結構ソファーで寝たいとかしてたらやっぱね、辛いですよね。気持ちはわかります。このまま寝ちゃうだろうなと思って、僕も気をつけようと思いながら気絶してるんですよ。ソファーに頭をもたれかけ床で寝てます、ね、寒くて起きるみたいな。でも床で寝るのとソファーで寝るのってどっちがいいんですかね。血流ソファーの方がギリいいんじゃないですか。血流は硬い方が悪くない。冷えますよね、うん、なんかよくあの埋もれすぎるの良くないっていうじゃないですか、はい、っていうか会話できるんですか。全然なんか全然門前相撲何もないんですけど。大丈夫ですか。大丈夫です。これ
オイルを塗ってるのと変わらない。普通に会話してるんですけど、おかしいですよね。ここはウギャとかいうとこなんですけど、全然わからないですね。背中はなかなか出来上がってますか？出来上がってますよ。まあまあやばいです。一部やばいの絞り取ってからにしましょう。はい、では腰ですけどね、ちょっと肩甲骨もやってますけど、腰のね、ここも結構張ってるんですよね。で、ちょっと待って、これね、多分真ん中ですね、徳脈のラインだな、ここで。これ多分脳疲労は結構きてますね。これ取ったみたいな。脳疲労。あ、ここね。これは結構、これ多分相当楽になると思いますよ。相当爽快だと思います。皆さんはどういう歌番組を見てたんですか？カウントダウン TV。 あ、カウントダウン TV は今でもありますよね。あとですか、これはヘイヘイヘイとかも言ってたんですか？世代じゃないですか？あ、いや世代だと思うんですけど、私多分夕方の時間までで。なるほど。どんな歌番組でしたか？ぜひ書いててください。この滴り落ちるのを見る中ですね。舞台に聞いたり歌いたいですね。あ、懐かしい。DJ の方がやってるやつですね。そうですね。あ、DJ は赤、あ、でもド忘れした。はい。忘れちゃったの。皆さん、ド忘れしたんで、知ってる方、コメント欄に書いておいてください。あと、どんな歌番組を見てたかですね。これによって時代が変わります。確かに。歌番とか、なんか中居君がやってたのありますね。あー、柴田さんと、はい、中居さん、ね。あ、面白かった。面白かったですね。ほぼコメディ、ほぼバラエティですよね。ということで、10分もお休みいただきます。はい、では時間になりましたので、腰取っていきます。あー、これ今回結構やばかったですね。結構やばかったですね。はい、それでは腰の治療していきますけど、最初ちょっとのぼせ予防ですね、針をしていきます。はい、で腰なんですけどもね、だいぶちょっと消毒して結構いい感じに上がってるんで、もう最後はオーバットですね、元気になっていただこうかなと思います。ということでこれしかないですね。音ですよ、この音。え、いらっしゃる音ですよ。耳調子です。こうですね、これこの筋、これ切った方がいいね。大丈夫ですか？刺激が入ってますけど、響きますか？来ました。調子が来るんですね。来ましたか？どの辺にいますか？いっぱいいらっしゃいます。いっぱいいらっしゃいます。はい、どちらにいらっしゃいますか？
腰らへんですね。はい、13センチほど入りました。大丈夫ですか。はい、やっぱ針の響きがすごいきますね。針の響きなんですね。そうですね。下にあり、あきますね。あいやいるよ。効きますね。水玉は平気なのにな。水玉は平気なんですね。ナオさんは完全に寝ちゃいますね。寝ちゃいますね。ナオさんは水玉は起きるけど。170センチ入っても寝てます。寝てます。このズームで寝れるのすごい。すごいですね。うん、寝てます、うん。すごい。めっちゃ響いてるのに。本当に刺したんですかって言われますもんね。うん、疑惑がつきます。本当はやってないでしょ。こういう施術があるっていう形でやってますけど、実際僕は炭の針しかしないんですけどね。でも一応ね、こういう針もありますよということでやってますね。はい、今日は控えめに76センチぐらいですね。響きましたか。はい、76センチです。はい、では動きチェックしてみたいと思います。はい、腰のモダルさですけども、手をまっすぐ右左にしましょう。おお成長、もっと行ってほしいんですけどね。さっきはちょっと待ってください。さっきはここだったんで、かなり行きましたね。そうなんです。成長できました。成長ですね。よかったです。はい。2週間、1週間に1回ぐらいですね。めちゃめちゃ良くなるんですけどね。はい。では、ここに立っていただいて、ここに沿ってみましょうね。はい。ギャギャってなんないですね。はい、OK です。腰だるいとかもう辛いとかですね、まあ、こういったのってですね、整形外科のチェックも大事ですけども、リハビリとか通うのもいいんですけども、それとプラスアルファ鍼灸治療ってめちゃめちゃ良くなりますね。全身調整とかするとですね、元気になりますね。ぜひ受けてもらえたらなと思います。うちにはここ近大と横浜元町がありますんで、概要欄内からお問い合わせいただければなと思います。またですね、こういった施術ができる先生方、会員さんが450人ぐらいおりますんで、ご紹介できるかなと思います。概要欄内からお問い合わせいただければなと思います。また正直ですね、腰の治療とかですね、今日やったですね、長い針とかは正直僕は普段の治療でもしないんで、正直触る針とか触れる針で治していきます。まあ安心していただいてですね。あとこういった治療ですね、普通の一般的な鍼灸院でもやってますから、ぜひ近所の鍼灸院にも行ってください。うちのチャンネルを見ている方はですね、全身調整をして東洋医学的な治療をやれる先生のところに行くと、まあ、いいんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、今見ている方もですね、ぜひ 8% ぐらいしか実はチャンネル登録していただいてないんで、ぜひチャンネル登録の方マジでお願いします。高評価の方もします。ということで、他にも施術の動画でセルフケアの動画を配信してます。セルフケアの方もご覧いただければと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あとリンゴ
モーダンスできない硬いおじさんみたいな。それずるですね。倒れる倒れる。はい、どうですか。出てるなと思って。タイタニックの方ですか。マトリックスにはなれない。マトリックスには全然なれないです。手だけ、手だけ、手だけじゃないですか。はい、全然弾当たってます。ダメですね。